スフィアライブ2011アスレチックハーモニーズは、スフィアの三作目のライブ映像作品。2012年3月14日に、グロリヘブンから、デンジャラスステージ、クライマックスステージ版がそれぞれ BD、DVD 版が同時発売された。2011年9月17日18日に、開催された、コンサート、スフィアライブ2011アスレチックハーモニーズの、国立代々木競技場、 第一体育館での公演の模様を収録しており、BD、DVD 版ともに各メンバーのソロ楽曲が収められている。BD 版の本編では、ピクチャーインピクチャーとして、ステージ用型スクリーンの映像を画面の片隅に表示する機能がある。また、1日と2日目では、衣装が異なっている。なお1日目のデンジャラスステージでは、スミサ最コの誕生日ということもあり、 ろうそくに見立てたサイリウムを、ことぶきが消すシーンがある。9月17日開催の、デンジャラスステージ当日の様子。ありがとうございます。